トレンドニュースの高まりです。カリフォルニア州のウィルシャーカントリークラブで開催されてた JM イーグルロサンゼルス選手権の最終日で古江彩佳選手が65をマークして首位と1打差の通算8アンダーで4位に食い込みました。この日16番、17、18番ではミドルパットを次々と沈め3連続バーディーでホールアウト。ホールアウト時点で首位に並び期待がかかりましたが、残念ながら優勝には届きませんでした。でも立派ですよね。今年に入ってから一段と安定感が増しましたよね。今後の大活躍が大いに期待されるところです。他の日本勢は畑岡奈紗選手が通算5アンダーの11位、西村優菜選手が通算3アンダーで17位、渋野日向子選手が通算イーブンパーで33位、勝みなみ選手は通算2オーバーの53位という結果でした。優勝はオーストラリアのハナ・グリーン選手。3人が並んだプレーオフを2ホール目で制し、米女子ツアー通算3勝目を飾り、この新規大会の初代女王に輝きました。おめでとうございます。最後に一般の方のコメントの紹介です。古江さんナイスラウンド。若くして海外に腰を据えてプレーして、だんだんアメリカでのリズムがつかめてきた感じですね。時差、移動距離、気温差と日本とは比較にならない過酷なスケジュールだと思うけど、上位に顔を出すメンタルと技術はすごいと思います。メジャーも含めて勝利期待してます。以上コメントの紹介でした。このチャンネル一押しの渋野日向子選手は相変わらずの低迷状態です。早く調子を取り戻して爆発してほしいところですね。期待しています。頑張れ渋野日向子。ということで今回の配信を終わらせていただきます。最後までご視聴ありがとうございます。感謝です。また次の動画でお会いしましょう。楽しみにしています。